あのな、神崎。お前、いつからストーカーになった？あ、いえ、別に。それに、近づくなって言ってたのは、そっちだろうが。え？私が？あ、お前が。それは…そうか、この子元に戻った時にヤマトに伝えようとしたんだ。今です。周りに人はいません。心臓を一突きすれば完了です。はい。なんだ、用がないなら帰るぜ。やるしかない。あっ！おっと。あっ！ごめんなさい。なんだよあいつ。やっぱりアスナさん、ヤマトのことは…そういうことか。ただいま。おかえり。早かったわね。ほら、今日は僕が夕食当番だし。あら、張り切ってるじゃないの。真面目で誠実な父さんに優しい母さん、何不自由なく申し分ない家庭。今日はテルの料理か、楽しみだな。なんだかんだ言ってもテルの料理が一番美味しいですから。何言ってるの、僕のなんて母さんの足元にも及ばないよ。親を亡くした子供、子を亡くした親、両者をマッチングさせ記憶操作によって家族にする。嘘の世界。なんかどっと疲れたぜ。何だったんだ神崎のやつ。そこに入っちゃダメだ。お前のことは私が一番よく分かっているのだ、レイジ。今回も好成績を上げたようだな。クリアすれば訓練はなくなるって言われたので。すごい才能だ。やはりお前はローグを誰よりもうまく操れる。そんなことしたくない。父さんが期待しても答えられないんだ。バカを言うな。お前は選ばれし者なのだ。だから戦いなんてできないんだよ。レイジ。
博士、大変です。地質調査部隊にドラクターらしい反応が近づいています。異星人対策部に通達します。待て、これはある意味好都合だ。待って、ここは、それよりも少しだ、レイジ。やはりお前のことは私が一番よくわかる。猫の思考操作によって彼を誘導する。猫作戦まんまと成功ですね。ダメだよ、そこは。動かすのだ。今まさに我々の調査部隊がドラクターと接触している。彼らを守れ。お前が抱えているそれもこのために用意したのだからな。まさかこの首輪は、父さんはまた僕を。言ったはずです。僕は戦わない。無駄だ。お前にはこのまま出撃してもらう。その新型機体、アーサーでな。調査隊が攻撃を受けています。ダイバー級が次々と行動不能に。放っておけば仲間の人間が死ぬ。戦うんだ、レイジ。お前にしかその機体の真の性能は引き出せないのだ。僕に戦いなんてできない。戻らなきゃ。
レイジ、大丈夫か？殺したな。こんなことをしてまで。お前たちのせいで。僕の友達が死んだ。お前が逃げているから、その猫は死んだのだ。お前が戦わなければ、もっと多くの命が失われるのだぞ。違う。僕のせいじゃない。僕が逃げたからじゃない。そうだ、お前のせいじゃない。だが、お前ならそれを救うことができる。できない。戦うなんてできないんだ。レイジの脳波が異常値を示しています。やはりレイジの精神はパイロットをやらせるには。石崎君、君は覚えているかね。え？ドラクターの先制攻撃によって一つの町が壊滅したあの日を。はい、あれは地球人の力を測るための威嚇攻撃だったと言われています。私は家族を失って生きる希望などなかった。だがレイジが私に新たな人生をくれたのだ。まだだ、戻ってこい、ガキ。こんなところで死んでどうする。みんな死んだ、死にまくった。お前まで死ぬ必要はないんだ。だからお前は生きるんだ、生き抜くんだ。よくぞ戻ったな、少年。しかし心停止時間が限界を超えていました。何らかの障害が残るかもしれません。だがこの子は失われた多くの命と引き換えによみがえったのだ。この子は奇跡の子だ。奇跡を起こせる子だ。助けてみせるさ。数百人を救えず、その最後を見取ってやることしかできなかった我々医療チーム。だが、名も知らぬこの少年の命を救えたのだ。その時、外は雨。時計はちょうど0時を指していた。どうだ、レイジ。そろそろ外に出てみたくはないか？ああ。外は素晴らしいぞ。お前にも広い世界を見せてやりたい。ああ。信じがたい現実を見た彼は、自身の思考から感情を完全に切り離しているようですね。あらゆることに興味を示しません。ならば、来なさい。この子は。それから私は能力開発センターを立ち上げ、レイジたち才能ある子供を集め研究を始めた。素晴らしい力ですね。人類は間もなく未曾有の危機にさらされるであろう。人間の本能が、遺伝子が悟ったのだ。今こそ進化の時だと。あの子供たちが進化。ああ、人類はさらに高いレベルの生命体に変わろうとしている。素晴らしいじゃないか。どうした？わかりません。
急に暴れ出して。全員いなくなればいいんだ。よせ。くるるじゃあお前からいなくなれよ。悪者には消えてもらう。レイジ、やめろ。これは。これを見てください。昨日暴れ出した少年の CT です。腫瘍、この腫瘍のせいで彼は。特殊な力は脳に大きな負担を与える。このような症状が出てもおかしくはない。驚くべきはそこではありません。次のページは今日撮った彼の CT です。これは腫瘍が消えている。何が起こったのだ。あの時レイジ君が彼の頭に手をかけました。あ、まさかレイジが力を使って少年の脳腫瘍を取り除いたというのか。そうとしか考えられません。なんという子だ。我々はついにたどり着いたのだな、人類の進化に。敵兵が接近。このままではアーサーごと破壊されます。緊急停止させ回収しましょう。レイジならやれる。しかし私はお前と出会って生きる希望を得たのだ。乗り越えろレイジ。殺したな。誰が殺した。許さない。悲しいかレイジ、お前が戦わなければもっと悲しいことが起きるんだぞ。戦うんだレイジ。戦うんじゃない、仕返しをしてやるんだ。許さない。そうだ、それでいい。脳波感応機構、アクトドライバーは正常に動作しています。当然だ。レイジなら一人でメガトン級を動かすことなどたやすい。しかし脳波が異常値を示し始めました。これは異常ではない、サイコライズ状態だ。え？かつてレイジは人間の所業とは思えぬ力を発揮し脳腫瘍を治癒させた。人の中に眠る次世代の力、サイコライズだ。レイジは覚醒した。人は今ここに進化を遂げたのだ。
Rank up. New record. したんだ。異星人を倒したんだよ。人類を脅かす異星人を。君は僕が戦わなかったから死んだのか。戦わなければ奴らはもっと殺すだろう。これは大切なものを守るための戦いなのだ。レイジ、その偉大なる力で戦い、そして守るのだ。それが神が与えた使命だ。私は何も救えなかった。何一つ。自分の家族ですらも。もはや生きる希望など何もない。だが、お前を見守るために、私は生きていくことを選択しよう。子供たちを洗脳し、戦わせるなど非倫理的。今回の雨宮君も、本人の意思に反して戦わされています。何をぬるいことを。地球は今極限状態なのだ。なりふり構ってはおられん。どんな状況下においても人間らしさを失ってはなりません。私たち異星人対策部は本人の人格を尊重しパイロットを育成しているのです。そういう君も一大事ヤマトに異星人への憎しみの記憶を返しパイロットにした。それと我々とどこが違うというのかね。それはこれからは君たちだけではなく我ら医療部も特殊能力者パイロットのローグ部隊を結成させてもらう。いいですね議長。わかりました。おじい様の意志は異星人の根絶、戦いに勝利することを最優先と考えます。君もあいつらの手先か。君は僕が守る。君のために僕は強くなれるのかな。おはよう。ちょっといいかな。あ、先生。今日の放課後、美術室に来てほしい。君に頼みたいことがあってね。はあ、別にいいですけど。よろしく。あの、ヤマト。なんだ、次は神崎か。話したいことがあります。放課後公園の池に来てくれませんか。あー、すまねえな。放課後は袴田に呼ばれててさ。そうですか。だったら今からはどうでしょう。は？神崎遅刻してもいいのかよ。そんなに長くはなりませんし大丈夫です。では先に行っていますね。おい！マジでどうしたんだ神崎、俺を呼び出すなんて。
ちゃんと謝ろうかと思いまして。その、私、どうかしてたみたいなんです。いいぜ、別に。お前のことがよくわからんというのはあるが。そうですよね。ただ、お前に言っときたいことがある。え？俺に恋してるとか言ってたよな。俺さ、恋愛とかそういうのやってる場合じゃないんだ。だから、俺のことはきっぱり諦めてくれ。え？あ、はい。それはその、そういう設定で。いや、何でもありません。すまねえな。今は周りですげえ変化があってさ。そいつで頭がいっぱいなんだよ。変化？その、変化って何のことですか？ああ？教えてください。言ってもわかんねえだろうけど。俺さ、これまで気持ちの行き場がなくて荒れてた。けど、そんなしょうもない俺にも目標が見えたんだ。今の俺にはちゃんと生きてる実感がある。戦うために生きるんだ。戦う？まあそういうくらいの気持ちでぶつかるってことかな。つまり物の例えだが、戦ってどでかい敵をぶっ倒すことが俺の生きる道なんだ。だと。はい。テラー氏と話し合い、居住できる土地を提供してもらうのです。たけたことを。違う星で違う価値観を持つ者同士が共存などできるはずもない。そこにあるのは殺し合いのみだ。違う星同士だって仲良くできるはずです。くどい、下がれ。お母様。忘れるな、アーシル。我はお前の母である前に、このシドルのクイーンぞ。我に逆らうことは許されぬ。やっと帰れる。じゃね、袴田に呼ばれてるんだった。なんでか知らんが、行くしかねえか。先生、なんすか？私は美術部の顧問だ。知ってますけど。君にも美術に興味を持ってもらおうと思ってね。はあ？美術部に勧誘ってことっすか？あ、そういうのやる気ないんで。先生。先生、私も美術部に興味があります。ぜひ私にも美術部のこと教えてもらえませんか？そういうことなら俺は必要ないよな。じゃあ先生、勧誘頑張って。オーシャン様、何をなさっているのです？そのものは。ヤマトは私の獲物です。ああ、やっぱり私も気が変わりました。じゃあ、あなたも私と同じシドルの資格ですね。私はイブリム。私嫌いなのですよ。仕事の邪魔をされるのが何よりも。たとえ同業者であろうともね。
姫に手をかけると、不届き者め。おはようございます。今日も新鮮な気持ちで皆さんと向かい合おうと思う。うん、おっと、そうだった。ほら、ご苦労さん。ヤマト君、何か用？デュークさんから戦力アップの話ならミナミさんに聞けって。話が早いわね。ちょうど話そうと思っていたところよ。戦力アップというのは、仲間となるメガトン級ローグが1機増えたの。だからこれからはメガトン級ローグ2機で出撃できるわよ。どういうことだよ。メガトン級のパイロットは俺たち3人だけだろ。新しいパイロットがいるの。協力して任務に当たりなさい。どんなやつなんだよ。紹介もなしか？彼は私の管理下のパイロットではないから、すぐに紹介はできないわ。んだよ、つまんねえな。奴らの襲撃か？そのようね。ヤマト君、出撃準備を急いで。状況を説明するわ。調査部隊がドラクターと接触。すでに部隊は撤収したけれど、調査を継続するためには敵が邪魔ね。一帯に潜む敵を撃退して。了解。あちらのパイロットも準備してるみたいね。はい、出撃すると聞いています。2機のメガトン級ローグ、戦いを有利に進められるはずよ。ああ、新しいパイロットの話は聞いたか？ああ、詳しくは知らないが、特別なパイロットらしく、スカウトやテストを受けてパイロットになったわけじゃないらしい。はあ、一体どんなやつなんだ？武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事、ヤマト、出撃する。しろよな。通信チャンネルがオフになった。会話はどこ？二人とも新入りに気を取られて痛い目を見せた。へいへい、じゃあ仲良くお散歩と行きますか。俺の出番だな。ついてなかったな、カゴ。
倒すのは気持ちいいぜ。索敵レーダー確認、周囲に敵影なし。よし、任務完了だな。見たか新入り、俺の活躍を。これで調査を再開できる。みんなお疲れ様。ミッションクリア。Rank up. New record.2機目のメガトン級ローグか。新入りが舐めたやつならここで一発先輩として締めておかねえとな。君だって入ったばかりなのに先輩面するのは早いんじゃない。 うるせえ。相変わらず仲がいいわね。言っておくけど、戦力アップはローグの力だけじゃダメなのよ。パイロットである僕たち個人の資質も大事ということだね。その通り。パイロットの能力をアップするには商店街にあるヘアサロンに行ってごらんなさい。は？ヘアサロン？その店は私の部下が経営しているの。表向きは何の変哲もないヘアサロンだけど、記憶操作とシミュレーター訓練を駆使したスキル習得のサービスをしてるのよ。怪しいな。大丈夫か？おい。とにかく騙されたと思って一度行ってみて。絶対に損はさせないから。なんか腹減ったな。戦った後だからね、お腹も空くさ。今なら天丼1000杯は余裕だな。くそ、縄を解け。貴様、俺は仲間だぞ。笑わせるな。
アーシム様を手にかけようとした貴様は本来ならば死罪。しかし姫の恩情によりお前の罪は問わずシドルゴアに送り返すことになった。アーシム、あいつが女王の娘か。生きているだけでもありがたく思うんだ。おとなしく財布を渡せばよかったんだよ。不思議、こいつの顔見てるとなんかイラつくんだよな。面白いことしてんね。俺らも混ぜて。誰だてんね。町の治安を守る正義の味方ってとこ。ああ。で、あれはなんだ。喧嘩だろ。やれやれ、やはり僕とは住む世界が違う。辛かるぞ。待ちやがれ。しつこい奴らだな。おい、俺を投げろ。いいから手を出せ。うわっ、いけー、ヤマトキック。うわほう、お前か。今日こそお前ら KJ のアジトを吐いてもらうぜ。KJ、 キング&ジョーカーズ、こいつらのグループ名だ。何熱くなってんだ。こいつらとはちょっとした因縁があってな。そいつはおばあちゃんに席も譲らず、のうのうとスマホをいじってやがった。カツを入れてやろうとバスを降ろしたんだが、仲間を呼んでやがった。それ因縁って言うか。因縁って言うんだ。しかしよ、そいつが最後に言ったんだ。知ってた？この町は俺たちの島なわけ。お前みたいな時代遅れのワルはボスの一番嫌いなタイプってわけ。時代遅れの悪、うまいこと言う。あ、どうこら。その時こいつらがボスと呼ぶ野郎の面拝みたくなったよ。さーて、今日こそお前らのボスに会わせてもらうぜ。誰が吐くか。なんだどこら、まだ足りねえか。その必要はないよ。ああ、彼らのアジトはもう突き止めた。ミッションコンプリート。お、逃げた奴に発信機をつけておいたんだ。裏路地のハイビルだよ。マジか、抜け目ねえやつだな。
あいつか。あれれ、むさいのが3匹も釣れちゃった。な、お前が KJ のボスだと。見たことあんな。ボスね、まあそんなとこかな。僕と同じクラス、桐島純、学園のアイドル的な存在。その正体は男も女もたぶらかすずる賢いメギツ。やだ、もう人聞きの悪い。学校ではちょこっと愛想のいい子ちゃんを演じてるだけ。さあ行くぜ。ああ、来いよ。おらぁ！こら！手応えねえな。へえ、なかなかやるじゃん。じゃあ次は私の番ってわけね。ここは俺に任せてくれ。因縁に決着をつけるぜ。はあ？激辛純ちゃん、味わわせてあげる。ふん。いくよ。おお。手っ取り早く二人がかりでいらっしゃい。どうした？怖いの？雨みよ。猫耳。雨宮くん、なんでここに？あ、猫が逃げて迷い込んじゃって。雨宮くんには関係ないことだから見なかったことにして帰って。でもなんか桐島さんらしくない感じがするな。確かに計算高い桐島純が無意味な悪事をするのは不自然だね。話してもらおうか。学校の人気キャラさんがゴロツキたち使って何してんのか。何よ、寄ってたかって悪者にするつもり？この状況どう見ても悪者だろうが。分かったよ、話すよ。私たちの事情、ちょっとこっちに来て。中学の時、顔が可愛いせいでいじめにあっていた私は一人ぼっちだった。可愛いせいで？ねえねえ、もしかしてそのコスプレって？え？貧乏女神モンナシーヌの変身前だよね。だよね。その後、二人の勧めでミスコンに応募。もちろん優勝。そんな流れで彼らは親衛隊になり、数もすぐに増えていった。そして私は学園のアイドル、人気者になっていったの。そうなった私にはいじめっ子も近づかなくなり、さらに人気者になっていった。人気者？二回言った。それで君の親衛隊は悪党集団になっていったというわけかい？は？悪党集団？
彼らは私が常々感じてきた疑問を一緒に解明しようとしているだけ。疑問？この街はなんか変。突然消える人、おかしくなって暴れ出す人、私たちの知らない何かがうごめいている気がする。街でいろんなことが起こるのは当たり前じゃないのかな。それによ、KJ の野郎どもがやっていることのどこが調査なんだ。いろいろ調べ回ってるとさ、たまに絡まれちゃったりして揉めちゃうんだよね。それに弱い者いじめするやつとか懲らしめようとしちゃうし。でもそんなことしてたらいつの間にかキング&ジョーカーズなんて言われて怖がられてて、本来 KJ は霧島純のことなのに。確かに KJ！ とにかく調査とかそんなことはもうやめろ。やだ、そっちこそなんか知ってるんじゃないの。あんたもたまに街から消えるし、みんな怪しいんだよね。そこまで言われたんじゃ仕方ねえ。もう話しちまおうぜ。ヤマト。おい、どんなことを聞いても驚くんじゃねえぞ。バカやめろ、秘密現象だ。秘密？何のことかな？そろそろ白状すべきじゃないかな。君たちがたまにゲームセンターの奥の部屋でいかがわしい動画の鑑賞会をしてること。え、うん、おお、やっべえ、そうくるか、素敵。は、マジ？そうなんだよ。だからたまに姿消しちゃうわけよ。ああ、いや、お前それは言うなって。そうそう、それ秘密厳守だろう。僕らにだってプライドがあるんだからさ。はあ、この男どもが消えていたのはそんなこと。そうそうそう。じゃあな、霧島、ちょっと用事を思い出した。なあ、俺宿題やりかけてたぞ。塾の時間だ。僕も今日はこの辺で失礼するよ。やっぱなんか怪しい。アメミヤだっけ。今日はあいつのおかげでバレずに済んだな。しかしあいつもパイロットだったとはな。あんなんで戦えんのかね。僕らが見たことないってことは彼の道具は2番ローグハンガーだね。そんなのあるのか。レイジ、父さん、僕は分かっている。お前は殺すために行くのではない、守るために行くのだ。僕に何かを守れるのか分からないけど、悲しいのはコリゴリだから。僕は行くよ。武器装タイプオールクリア。ロードバランサーパラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事ヤマト、出撃する。
start. 雨宮、聞こえるか？足でまといになるなら置いてくぞ。努力してついていく。おい、そっちは一人で動かしてんのか？こっちは一人用なんだ。三人の方が楽しくやりそうだよ。こっちも人による希望だ。雨宮、どうか。アクションドライバー、最新の操縦システムが装備されているんだ。何それ？こっちにもつけろっての。アクトドライバーはパイロットに異常な負荷がかかるし、通常のパイロットには耐えられない。つまりアメミヤは特別なパイロットということかよ。気に食わねえな。君は別の意味で特別だと。リップセッターを出して。リップセッターには射出します。リップセッターにキャリングします。機体アジャスト。なんだこれ。それがあんたたちのローグを戦場へと運んでくれるよ。私たち技術班の新作よ。堪能してね。今回はドッキングじゃないのかよ。つまんない。スカイビルドの時死にそうな悲鳴を上げてたのは誰だっけ。バーカ、気合の声だよ。気合。空が青い。ブルーバンドに入った。地球を回ってる大気の渦だ。ドラクターが生み出す汚染された大気とは、水と油のように混ざらせ地表を移動しているんだ。ようわからん。青い空が、この空を取り戻すために俺たちは戦ってんだ。空を取り戻す。ヤマトにしては上出来だ。何が？君たちは下品なことしか言えないんだ。たぶん優雅で一緒にすんな。だどこら。よく聞きなさい。採掘ポイント7はリクシアの資源 40% のシェアを持つ。14日間破壊されれば電力が戻ったし、食料生成もままならない。何としても防衛してやる。兵糧攻めにでもしようってのかよ。奴らは大規模なテラフォーミングマシンを使って地球を改造し、それを動かすのに燃料が来る。地球の資源を使って地球を汚すとは許せねえ。来るぞ、ガンナーの遠距離射撃だ。デフュージョンブラスターで投げ払うか。ダメだ、近くに人が乗った作業メカ、危険すぎる。僕が攻撃する隙に敵の側面から回り込んで。分かったぜ、それで行こう。エペック何をしているレイジ。サイコライツで殲滅するのだ。これなら問題ないだろう。ありがとう、一大事か。どうやらあれを叩かないとキリがないみたいな。しかしどうやら攻撃すべきは僕たちの武器じゃ。あの装甲には有効なダメージを与えられない。だったらどうすんだよ。ハイドロバズーカ移送準備。なるほどね。重核機弾頭はハイドロバズーカ射出するよ。ハイドロバズーカ3番キャリアに接続。射出準備。調査機関機オールグリーン。3番キャリア射出。ハイドロバズーカとのランデブーまで14秒。任せろ。メガトンフューリー。
どんなもんや。まだ終わっていない。殲滅する。また合体か。知ってるぞ。ユニット最高だぜ融合ってやったな。ユニット最高性融合なんかあんだろ。こういう時の必殺兵器だよ。ヤマトさん、流星キックではどうでしょうか。流星キック。はい、ドリルのようにメイジャーユーリ超エンジニアの力を利用して敵の装甲を貫くことができる歌です。へえ、ありがとよ。ざまあ見ろ。いつもながら。お前すげえな。エペペ。心臓に悪いわね。今や高齢になってきたね。何をしているレイジ。お前はもっとやれるはずだ。